私の専門は感情神経科学です。慶応義塾大学文学部心理学専攻の寺澤優里です。私は人が感情を感じるために心と脳、そして体がどのように影響を及ぼし合っているのかについて研究をしています。嬉しければ胸が高鳴り、一方で不安になれば息がしづらく、指先が冷たくなることがありますよね。また、心配事があるとお腹が痛くなったり、反対に楽しみなことがあれば、多少の痛みは忘れて頑張れてしまうこともあります。このように、私たちの感情は心と体の両方に大きな変化が生じています。直感的には、心が体に影響を及ぼしているように思いますが、実は心理学にはその反対に体の反応が感情の変化を引き起こすのだという古典的な理論もあり、その関係性については長い間議論が行われてきました。私はこの問題に大学生の頃に出会い、日常的に感じている心と体の密接な関係性を解き明かす鍵となることを期待して研究を続けてきました。研究には心理学実験という方法を使っています。協力してくださる方に実験室にお越しいただいて、画像や動画、シナリオなどの様々な刺激を用いたり、あるいはご本人にとって重要なエピソードを思い出していただいたりして、特定の感情状態になっていただきます。感情状態を報告していただいたり、様々な質問にボタンを押しで反応していただくことで、この時の感情状態を特定します。これと同時に、心拍数や手のひらにかく汗の量などを観察することで、その対応関係を探っています。私たちの研究室では、この過程で内受容感覚といって、体の内側の状態の変化への感覚にも注目しています。この感覚の個人差が、怒りや不安を感じやすいとか、他の人の笑顔に敏感だ、といった感情の感じ方の個人差と関係することも、これまでの研究で示してきました。さらに、このような感情と体の関係性の理解を深めるために、脳活動に注目した研究も行ってきました。人の心の働きに応じた脳活動を捉えることができる MRI という機械を用いたり、何らかの事情によって脳に障害を負ってしまった患者さんにご協力をいただいて、脳の損傷部位と行動や心の変化の対応を調べる研究も行っています。これらの研究から、内受容感覚を支える脳の活動が、意識できる感情の強さと関連することも見出しました。感情に関わる心と体、そして脳の関係性の理解を発展させるとともに、これらの研究結果を感情に関わる問題の解決に役立てることを目指しています。日頃経験している現象がなぜ起きているのかの理解につながるような研究結果が得られた時です。予想通りでも予想通りでなくても、研究結果によって社会とつながり、そこからまた新たな研究が生まれるきっかけにもなります。人の心や行動に興味を持っている学生さんや、これから大学生になる皆さんにも、ぜひこのような瞬間を味わってもらいたいと考えながら研究を続けていきたく思っています。